皆さんこんにちは。短大学生課奨学金係の岡安孝子と申します。これから奨学金について説明会を行わせていただきます。よろしくお願いします。それでは始めます。奨学金制度の説明の前に皆さんにご確認いただきたいのが学生生活にかかる費用についてです。入学金は20万円、また授業料や在籍料を含む学費は入学金を含めて121万5千円となります。学費の納付期限は入学金が合格発表から1、2週間以内で、3月上旬には少なくとも前期分の学費72万5千円をお支払いいただくことになります。そのため、入学前にある程度の費用が必要になることになります。なお、入学金については、入学試験によって納付のタイミングが異なります。学費のほか、寮に入寮された場合の費用や生活費も加えて必要となってきます。寮は基本的に1年間のみとなり、2年時は大学周辺のアパートで生活をしたり、友人とシェアハウスしたりしています。また、1ヶ月あたりの生活費は、日本学生支援機構の調査をもとにしたデータとしてご確認いただければと思います。大学周辺のアパートの相場は、おおよそ4万円から5万円、安いところを探せば3万円台もあります。おおよその目安として、学費以外にも様々な費用が必要になるイメージをこの表からしていただければと思います。このような費用の負担がある中、今年4月より高等教育の就学支援新制度が開始されました。これは所得が低いご家庭でも大学や短大に進学できるよう経済的負担を軽減することを目的とし、授業料等の減免と給付奨学金の支給によって意欲ある学生の学びを支援する制度です。この支援を受けるためには、高等学校を通して申し込み、対象者となること、また、国の機関要件を満たした大学等に進学することが条件になります。本学も文部科学省より昨年9月に対象校として認定されました。対象者には、入学金及び授業料の減免と、生活費のための返還不要の奨学金が給付されます。入学金、授業料それぞれで減免額の上限が決まっており、私立短期大学の場合は、入学金が約25万円、授業料が約62万円となります。そして、給付型奨学金では、通学形態により異なり、自宅通学生ですと年間で約46万円、自宅通学外生ですと約91万円年間を通じて支給されます。これらの減免や給付奨学金は3段階のうち対象となった区分に応じて全額3分の2、3分の1の減免と給付の支援を受けることとなります。こちらの表は本学の入学金、授業料の減免額です。それぞれ支援区分に応じて全額減免、3分の2減免、3分の1減免というふうになっております。またこちらの表は給付型奨学金の月額の支給額です。なお、自宅外通学生の場合、寮の方であれば入寮許可書、一人暮らしの方であれば賃貸借契約書や公共料金の明細書などそのことを証明する書類の提出が必要です。また、日本学生支援機構の貸与奨学金とも併用は可能ですが、第1種奨学金の貸与月額には上限があります。第2種奨学金は利用月額に制限はありません。それではここからは、この制度の対象となる基準についてご説明いたします。まず、家計基準ですが、住民税非課税世帯と、それに準ずる世帯となります。こちらの表で示している年収の目安は、それぞれ世帯工数や人数で
試算されたものになりますので、実際には世帯の状況によって異なるかと思います。ご家庭が支援の対象となるか、また実際どれくらいの支援が受けられるかは、日本学生支援機構のホームページより、進学資金シミュレーターで確認をすることができます。左側に見えているシミュレーターのアプリでも、検索することができますので、それらを使って、まずは、対象になるかどうかご確認をいただければと思います。また、保有する資産なども対象者の選考に考慮され、預貯金や有価証券などの資産基準は2000万円、父子母子家庭の場合は1250万円未満となります。申請する際に自己申告が必要で、基準額を超えている場合は支援の対象となりません。また、年度途中の家計急変により基準を満たす場合も対象となります。こちらは随時出願が可能ですので、まずは学生課にお問い合わせをいただければと思います。また対象者は経済面に加え、学業面も選考基準として含まれます。この制度の目的は、支援を受けた学生が大学でしっかり学んだ上で、社会で自立し活躍できるようになることです。そのため、成績基準と合わせて、レポートの提出や面談などを通して、本人の学習意欲や進学目的などを確認します。大学に入学後も申し込むことができ、学習の意欲や目的、将来の人生設計など、レポートの提出によって確認できる場合、対象となります。なお、対象者は進学後、成績基準を満たさない場合には、支援が打ち切られることにもなりますので、十分に注意が必要です。それではここからは一般的に多く利用されている日本学生支援機構が行っている奨学金についてご案内します。本学でも7割近くの学生が利用しております。こちらは以前育英会と呼ばれていたもので、卒業後返還いただく貸与型の奨学金制度になります。無利子の第一種奨学金と有利子の第二種奨学金の2種類あり、第1種、第2種の併用も可能です。毎月の貸与月額をそれぞれの状況に合わせて選択できるため、利用しやすい制度になっています。第1種奨学金は、通学別に選択できる月額が異なります。自宅通学生の場合は、2から4万円と、最高月額として5万3000円。一人暮らしや寮生など、自宅外通学生の場合は、2から5万円と最高月額の6万円になります。なお、最高月額を選択する場合は、機構の定める基準を満たした場合、選択可能となります。また、第2種は有利子といっても、その利率は今年3月時点で 0.07%、上限利率でも 3% ととても低い利率になっています。利率は貸与終了時に決定するため、今後どうなるかはわかりませんが、他の金融機関に比べても低い利率が設定されています。この手続きは高校3年生の4月から7月ごと頃に予約をすることが可能で、大学入学後、毎年4月に申請を受け付けています。高校の先生にもよくご確認いただき、お手続きいただければと思います。また、1番目の第1種、第2種奨学金を申し込む方で、家計基準が認定所得0円以下に見合う方、または日本政策金融公庫の国の教育ローンを申し込んだけれども、貸与を受けれなかった方は、希望により入学時特別増額貸与奨学金を受けることができます。また2番目、ですが、入学後に貸与する日本学生支援機構の入学時特別増額貸与奨学金を担保にして、入学前に老金から融資を受ける制度もあります。また3番目、入学金や授業料の支払いに利用できる、国の教育ローンという制度は、申し込みが1年中いつでもできます。こちらを利用する場合は、志望校が決まった時に早めにお問い合わせいただければと思います。また自治体や地方公共団体が行っている奨学金や
大学と提携している銀行、金融機関の教育ローンもありますので、本学ホームページをご確認いただければと思います。では最後に本学独自の奨学金制度についてご紹介します。本学には3つの奨学金制度があり、すべて返還義務のない給付型奨学金です。まず、経済的支援の奨学金について説明いたします。出願資格は、主たる生計維持者の方の年収が、給与所得者の場合、課税前の金額が600万円未満。給与所得者以外の方の場合、必要経費等を差し引いた後の金額が250万円未満の方が出願資格を持つことになります。では1番目の創価女子短期大学給付奨学金は1名、学生1名につき40万円を給付、採用人数は10名となっています。2つ目に、牧口記念教育基金会の助成を受けて成り立っている創価女子短期大学牧口記念教育基金会奨学金は学生1名につき20万円を給付、採用人数は15名となっています。また3つ目に、短大の卒業生の集いである短大白鳥会の方の助成によりいただく給付奨学金は学生1名につき20万円を給付、採用人数は30名となっております。なおいずれも高等教育の就学支援制度対象の方は応募が不可となっておりますのでよろしくお願いします。次に成績優秀者への奨学金についてですが、4番目の特別奨学金制度は2年間の授業料と教育充実費の半額の43万5000円が給付されます。ただし、1年終了時に成績と習得単位数の審査があります。また5番目、学業奨励賞は8万円の給付となっております。こちら以上の2つについては申し込みは不要で、成績上位者を採用しています。また6番目、兄弟姉妹同時在籍者への給付奨学金制度は、兄弟姉妹が創価大学、また創価女子短期大学に在籍している新入生を対象とした奨学金制度です。兄弟姉妹の同時在籍者が2人目の場合、新入生に対し入学後、入学金半額の10万円を給付。同時在籍者が3人目以降の場合、新入生に対し入学後入学金全額20万円を給付する制度となっております。こちらの制度も高等教育の就学支援制度対象者は併用不可となりますが、その他の学内すべての奨学金との併用は可能です。ただし、他の奨学金制度によって入学金が全額減免になっている場合は対象外となります。以上で説明を終わらせていただきます。ご視聴ありがとうございました。